名の花と桜に包まれる芝川芝川は、主に、埼玉県東部を流れる一級河川。荒川水系荒川の支流。埼玉県桶川市末広二丁目を発する流れと、上尾市菅谷を発する湧水が、芝川の源流とされ、この二本の流れが、上尾市、本町の一本杉橋の北側で合流し、南に流れる。その後東に流れを変えながら、 埼玉市の通称三沼田んぼの中石平地のほぼ中央を流れる。この付近の海抜は4から5メートルである。片谷川と合流し再び南に流れると、緑区と川口市の境界付近では芝川第一調節地が建設されている。その後川口市に入り、青木水門で芝川と新芝川に分かれる。 川口市南端の両家水門で新芝川と再合流し芝川水門で荒川に注ぐ芝川によって形成された低地は大宮台地の裏は大宮市大と片柳市大鳩ヶ谷市大を隔てている埼玉市東部に存在した沼地である見沼に注ぎ見沼から流れ出て荒川に注いでいた川が芝川の原型であるなお網代橋から 青木水門の付近は小入間川の流路であり、かつての芝川は網代橋までであった。なお、江戸時代の初めに、関東軍隊の稲中治によって、ためいに改修されていた見沼が、1728年に、干拓されて、見沼田んぼになると、排水路として、見沼田んぼの最も低いところが改作されて、現在の芝川の稼働が作られた。 さらにその下流も改修されて、芝川は、江戸と干拓地をつなぐ、通線路としても用いられた。別名、見沼中ある水と言われたが、ここでのある水は汚い水の意ではなく、農業用水でない水という意である。なお、現在の網代橋付近から、青木水門付近までは、江戸時代以前に流れていた旧入間川の流路跡を、利用したものである。 かつての旧入間川は北東方向に流れ、毛長川方面へ流れていた。近代には荒川放水六削に関連して下流の治水を目指し、1916年より県による水理調査が実施され、1921年から1930年にかけて、現在の埼玉市大宮区堀の内町2丁目から、 荒川合流点までの河川改修工事及び荒川合流点の逆止め水門の設置を実施。1940年には綾瀬川方面へ流れる放水路の建設が始まった。しかし戦争による中断で改作した放水路は水をたたえたまま放置された。戦後、 改作した部分を活用して本流から東寄りに、迂回した後に再度本流に合流して、荒川に至る形に計画を変更して1955年から放水路の建設を再開し、1965年に新芝川が完工した。現在、新芝川を芝川の本流としているため、青木水門から、先の芝川は、旧芝川と呼ばれている。 アゲオ市の上平地区は、流域周辺の宅地化を理由に1989年から1995年にかけて、ボックスカルバート工法により、暗許可が行われ、その上部を浸水公園や車道及び歩道として、改修されている。かつては、市街地を流れるため水質が悪くかつ、川口市においては、悪臭も漂っていたが、現在は、 河川流域の地方公共団体並びに周辺市民の努力により水質は改善し役中も解消した。またゴミも減りつつある。2009年に環境省から発表されたデータによると公共用水域環境基準をはるかに下回るダイオキシン類しか検出されていない。そのため近年は清流を保全させるための努力が行われている。その一例として 綾瀬川ともども、埼玉高速鉄道線のトンネルを活用して、荒川の水を芝川に注ぐことで水質を保全する、工夫が行われている。昭和40年代の中ほどまでは、堤防が整備されておらず、川口市青木地区の天神橋から、オートレース上近辺、また、辻地区あたりにかけて、たびたび水害に見舞われた。特に、 天神橋付近は特に低い土地があり、床上浸水があった折には、ボートでの避難を余儀なくされるなどした。その後、昭和50年代に入ると、堤防も整備され、また、平成を過ぎたあたりから、ポンプも整備され、現在では、浸水被害はなくなった。芝川をテーマにした、アートプロジェクトを推進するため、地元団体が集まり、 芝川プロジェクト実行委員会が設立された。清掃活動であるクリーン作戦や環境に関する講演会、河川時期に子供たちが作ったフラッグを飾るなどのアート活動を定期的に行っている。2008年5月には鳩ヶ谷市緑町自治会が会を入れたり、一部の交差点などに芝川にゴミを捨てないで、などのポスターを貼り付けると、 川の浄化に協力した。芝川最上流部道三橋付近の芝川芝川、新芝川芝川、旧芝川新芝川天神橋下流より分岐し、山王橋の下流で、旧芝川と合流する。芝川と荒川の合流点。ありがとうございます。